勝家よ、そろそろ一息入れるが賢明ではないか。騎兵は決して侮れぬぞ。浅井氏の迅速なる討伐、それが信長様の命だ。身を休めろとは命じられていない。柴田か、知らぬ名だな。いずれにせよ兄者の兵だ。一筋縄ではいくまい。あなたが欲しいのは位置なのでしょ。奪ったとしてもわらわは目をつぶってあげるわよ。どうしてだろう、さっきから体が震えて止まらないの。この強行軍は信長公のお考えか、それとも勝家お前の決めたことなのか。織田の勢力がここまで部隊を率いているあの者は。柴田勝家、あんたがいるのか。左近が妙に沸き立っていた。誰か奴を抑えておけ。よい。気を使えぬはあれに同じか。ういやれ、うい。このようなところでその方に出会うとはな。帝にとっても最初の客人か。せっかくだ、一つ挨拶しておくとしようか、風魔。ノンストップってか、心意気は買うが軽率だぜ。てめえは戦ってもんを知らねえのか。補給と休息は皇軍における頭二つだろうが。偉大なる信長公の軍団ね、贈り物と上質玄米茶を急いで用意だよ。あれは追って、いや違う、あの旗は。織田信長はいないか。よかった。青鸞よ、この軍は切り替えがありそうね。勝家殿か。我が君は不幸な人ほど布教しやすいって言うけど、気が引けるな。魔王の先兵に布教してザビン様の使いにしてやります。あの者を試せと、天は仰せになるか。調子づかせてたまるか。先方は私がくじいてみせる。油断大敵じゃの、若いの。なんだ、魔王じゃないのか。こっそり仕留めるいい機会だと思ったのにね。魔王の先兵、打ち滅ぼすに躊躇はしない。四角のお兄さんにはご神託の光が必要です。やれやれ、勝家はこれだから、もう少し心得を仕込んでやらねばなりませんね。魔王の先兵、なんかそれだけで怖い。なんでお前らがいるんですか。めんどくさいんですけど。なんかやけに急いでいるみたいですね。怪しい。織田本隊ではなかったか。織田軍部隊を括弧撃破できるなんて、まさに行幸だ。織田勢力をさらに串削る日輪が与えたもうた好機。織田相手なら憂さ晴らしにもってこいだぜ。魔王の爪か、どれだけ鋭いか試してやる。加賀国境を堂々と通り抜ける。俺がまだ甘っちょろい大将だから舐められるんだ。柴田殿、あなたはまだこの軍のごとく暗く沈んでいるのでしょうか。勝家、解き放てるものならそれがしが。